ひまじ電車だ。たかしだ。えっちゃんだ。トメです。ミミクさんのクソペラリンチャーダンボプライナシクです。こっちトラック対決。モルクスポーツですから、はい、これはもうちょっと水分補給しとこうかな。ちょっとお茶もらっていいですか。お茶ですか。 ありがとうありがとう。ちょっと一回ね、しっかり飲んで。まあ、いややわ、うん、何やて。いやいややわ。モルックの投げ方すなお前。なだから今ペッパーミルやってるやつぐらいちょっと旬過ぎてないっすか。そうなん。確かになんか前に見た気がする。今なん暑いとかあんの。暑い時あった。じゃあそんななんか盛り上がってないんや。うん、もうやらんでやん。やらんとこ。師匠は抜けていいですけどね、うん、正直その勝敗がお前がおるチームが負けるみたいなあるから、そう、うん、均等にやりたい。何言ってるんですか。よくわかんないっす。こいつハブりましょう。あれ俺が浮いてるんか。僕ちょっとやったことあるんですよ。ああ、もう今回ガチで、あ、そうなんや。グッパで対決して。おっしゃ、大丈夫。これ見てる方おもろいんかな。あ、確かに確かに。あるかもな、それ。もう大丈夫。そんなと思ってるやん。一回やってみよう。やってみよう、まあまあまあ、ガチンコね。ガチンコ。え、だからモルク買ったやつがオスとして強いってことでいい。言いすぎやろ。いきます。グッパで分かれましょう。終わった。しゃーしゃー、勝った。きたー。ありがとう。しゃーしゃー。やらんでええやん。しゃー。やらんで喜んでええやん。しゃー。なんでそんな喜んでええやん。俺あれやね、結構勝つんよチーム戦とか。正直。なるほどなるほど。だからほんま今回お前まあ、嫌やな。なるほど、まず人のせいにするタイプか。だから勝敗みたいな。努力する空気ちゃうて。人のせいしちゃうタイプ。まあまあでも今回覆そうや。うん、お前と一緒に。うん、まあお前足引っ張んなよ。モルックする空気ちゃうて。説明の方からさせてもらうんですけど、うんうん、まあポイントを稼ぐゲームなんですよね。え、モルックっていうのは、え、木のおもちゃを投げて木のおもちゃに当てる、うん、そんなゲームです。おもちゃって言ったら、そうです。言うの嫌や。おもちゃか。これがポイントのね、これがあの当てる方の木です。はぁ、これ並べ方が決まってるんですよね。決まってんねん、はい、まず1と2。1と2が前。1やったらこっちか。なんかどっちもいいみたいな。偶数はこっちや。なるほど。知ってんの知ってんの。あれ知ってんの。え、してんの。チート偶数こっちやった。え、なんかあれもしかして知らんふりして視聴者に合わしてるってこと。人狼か。人狼。これ真ん中重要やろ。うん、知ってるやん。まあこう囲んでいくねん。1、2、3、てか撮影前どんな感じかみんなでやってんねん。あれ9は9は9どこ行った。あれ9は、あれ9だけあった。9がない。9がない。どっち。どっちやろ。どっちやろ。モルクチンやん。モルチンやん。お前モルチン9なんや。これを当てていきます。はぁ、距離なんですけど見てください。これ、はい、なんかあるよ、紐が。これ3メートルの紐。ほんま、紐がある。何これ。から、この先にモルッカリがあるんですよね。あ、モルッカリ出てきた、はい、これモルッカリって言って、モルッカリこれに触れたらダメなんですよ。あ、ちょっと違います。並び方は違います。まずこれ、そう、7と8逆です。あ、7と8誰も置いてる。誰置いてる。あと、モルッカリじゃないです、モルッカーリです。どっちもやろ。モルッカーリやろ。モルッカーリ、モルッカーリでした。どっちもええやろっていう。申し訳ない、申し訳ない。これがモルッカリなんで、モルッカーリやろ。すいません。モルッカーリですよね。モルッカーリです。対してのそのなんか舐め腐った態度、確かに。ごめんなさい、ほんまにごめんなさい。間違いました、訂正します。こちらモルッカリです。モルッカーリやろて。Quand t'es venu dans la rue。 ポイントの説明していっていいですか。はい、はい、ポイント説明、ここから投げます。はい、投げ方もいろいろあるらしいんですけど、それはもう50人、今回の投げ方で投げて、ここ3本倒れたと。はいはいはい、3本一気にしたら、これは3ポイントになるんですよ。倒れた本数、本数が、しかし、9だけピョンで倒れたとするやん。ほんじゃ9ポイントやね。あ、だから単体1本で倒れたらそのポイントが入る。そうです。ほいでほいで、はい、例えばパーンって散らばって、まあ、この辺になったとするやん、うん、ほんじゃここで立てる。その場で、その場で立てる。なるほど。それで50ポイント先に取ったチームが勝ち。50ポイント。結構簡単やな。これ1個も倒れへんのが3回連続続いたらその時点で負けになります。あ、なるほど。そうなんや。どういうこと。半日が3回続いたら負けになります。全員ルール詳しい。だから1本も倒れへん、もしくはモルッカーリに足がついちゃったとかが続けば、そうです、もう負けになります。はぁ、分かりやすい、やりやすい。じゃあ先攻後攻、じゃんけんお願いします。はい、最初グッじゃんけん、ほい。モルック投げや。はい、行こうでしょう。
タコ高校へぇ、逆にね、先行で、うん、なるほどなるほど、確かに、うん、なんか投げ方はうまそう、確かにカーリングしてんのナイス、うまーい、お前めっちゃうまいやん、全部や、全部いけ、まあまあまあ、まあみんなでやります、みんなでやるよ、はい、あのモルックはほんま優しいスポーツなんで、うん、さあここで勝負師の俺は12を狙います、いやいやいや、いいね、当たり前にお前からなんやな、なんかやりづらいわ、自分が言ったな、どっちもやりお前からグーとかいう言葉もなくて、これでミスったらどうなるかな投げづらい、投げてください、え、いいよいいよ、自分で自分でやる、マジで、マジで、地面の形状とかあったんや、マジで地面の形状とかちょっと理解してなかった今、 あれで理解した、あんまり序盤で使う方がいい、ちょっと心配だろ、大丈夫、ちなみに何狙いですか、僕は今10に倒したやろ、8あたり行こうかな、うわ、あーなるほど、じゃあ20、ちょくちょくは破壊します、この辺を、うわー、はい、ナイス、ほんまにすげえ破壊ポイント、なんぼや、1、2、3、4、5、6、7、7ポイント、7ポイントか、あ、全然楽勝やん、いや、確かに逆転できるやん、オッケー、とりあえず12狙おう、早くかなったよね、高いよ、12狙うんや、あ、11狙って8やわ、ちょっとだ、2ポイントや、うまい、うまっ、こういうことでしょ、ようやった、こういうことでしょ、やった、ようやった、俺がモルックをしてるんじゃない、モルックが俺をしてるんや、どういう意味12狙います、あー、これいいね、ほんマジやろ、ほんまにまあ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 まはい、来た、あ、危ない、危ない、危ない、ごめん、どっちだ、ナイス、よし、やばい、ナイス、よっしゃ、よっしゃ、ナイス、ナイス、よっしゃ、でかい、いけ、あー、2連続、2連続、次じゃ安牌しかないわ、もう確かに、うそやろ、うわー、お前だちょっと離れてるから大丈夫かな、あ、よかった、よかった、まあまあまあ、それありがとうやな、上がりやすい数字を、せやな、例えば5とか倒して、あ、5ちょっと多いな、7倒して6倒すとか、なんか縦にいってるやん、ほんで縦失敗あるよ、はい、2連続、はい、さあはい、にお前何したって言ってたの、もうさすがにね、ここら辺で決めとかないと、やばい、おいしょこんな嬉しいこと久々や、いや、100万達成した時ぐらい、俺がまずここでちゃんと倒さなかったな、ここで倒れたら負けです、お前のせいやん、ちょっと待ってくれよ、トメやほんま、背中の汗おもろいな、トメやん、トメやん、俺らに焦ってるやん、いや、俺の師匠に緊張してる、お前が負けの原因とはな、破壊や、お前負けの原因とはな、破壊や、え、負けた、負けた、ちょーちゃんやったーやったー、ザコイン1回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 、あんな綺麗に棒避けることあるちょっと待って、これは良くないよ、良くないな、確かに、でもこれなんかカットせえへんな、ここに落ちんわ、いいよ、なしにしたべ、さっきの、いや、無理や、無理か、まあでもなしにしたるしかないんか、そうやね、もう一回お願いするじゃん、確かにお願いしたのか、もう一回お願いします。土下座やな。もう一戦ってこと？もう一戦。あ、まあこれや、土下座しかないんじゃん。お願いします。お願いします。お願いします。もう一戦だけやらせてください。せーの、うん。せーの。無理押すとして僕たちの方が下です、もう一回お願いします、もう一回お願いします、ちゃんと誠意込めてな、押すとして、押すとして僕たちの方が下です、もう一回やらせてください、せーの、これでいけるやろ、無理、どうしたらええねんどうしたらええねんこれ以上プライド捨て方ないぞまあまあいいかまあいいか、あ、じゃあ準備とかもろもろ取りましょう、ほんで次負けたらマジでやばいぞ、さっさと並べろよ、トロイとテーネーはちゃうぞトロイとテーネーは似てるようで全然ちゃうからな、はい、言う、はい、トロイとテーネーは何、似てるようで全然違う、じゃあ、じゃあ最初からトロイとテーネーは似てるようで全然違います、
30点。じゃあ、じゃあ、次、はい、お願いします。オッケー。先攻、後攻、じゃんけん、はい。じゃんけんだ、これ。高校やな。高校やね。逆転があるから。うん。わ、うん、かりました。流れでいきます。いきます。またこいつか。これ、そう、ミスることあんねん。これで勝った方がオスとして上ってことだよな。もう認めてそうだからな。ガキが流れとんの、うん。いきます。お前のオス見したら、よし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 、お前のオス見たら、お前のオス強いね。なんかあるそういうヤキビリアードのそういうポジションある。俺じゃあ11個倒すわ。遊びで9狙ってもいいけどな。遊びで9に行こうかな。まあまあでも何でもいいよ。相手はガキやねんから。相手ガキやねん。じゃあ俺寝とくわよ、これ。何でもいい、何でもいいよ。昔は遊びすぎだわ。惜しい。遊びすぎだお前。ごめんごめん、遊びすぎた。びっくりした。ユニバケルやユニバケル超だな。楽しかった今の。じゃあ俺たちはコツコツ行こうな。いこうせな。バカみたいにコツコツやってくれ。違う。真面目でダサいよな。ナイスナイス。よしよしよし、いいよ。12がエコーとこいった。8オッケー。8やって。ここから本気で行く。もうさっきも遊びやってんけど、じゃあそもそも本気にするわ。やっぱ12だ。どっちもいいけどな。12で遊ぶ。まあ俺とりあえず狙うわ。ああ、2か。9だけで。9だけで。俺なんなら10狙ってんな。むちゃくちゃやわ。11にしようかな。いいね。いいよ、はい、いいよ。元からオスとして下のお前がどうすんの。ほんまに。おっしゃ。うわ、かっけー。えぐい。6ナイス。よっしゃ。かっけー、お前。てちゃん、遊ぶ。どうする。いや、ちょっとだけ本気になるわ。本気のお前も見たい。ガチ。こいつ地味に投げ方いってくるもんね。てちゃん、3年コツコツパターンでいこう。お前らまた3回ミスんのやめてな。お前冷めるから。まあ、お前らの殿下の報道か知らんけど。おじゃいくぇ。こいつらついよ。えぇ、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 全国レベル。これ11と12も見えへん。36。ちょっと遊びすぎだな。遊びすぎ。ちょっと俺普通に狙うわ。うまい。うまい。9かな。めっちゃうまい。普通に9かな。うん。いいよいいよ師匠。あ、先輩や。先輩を。先輩。オーケー。まあまあまあ。まあまあ。カメラまで。カメラ。カメラやめよ。ちゃんこれ。うわあ、地形があんのかこれ。そうだ。あれお前か。今回ずっと黙ってたけど。お前やないか。あれ。おっしゃ。いい。あ、ごめんね。やばい。やばい。やばい。ちょい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 。お前やしてね。おい、よう吠えれたな今。これこれ。あ、オッケー。三狙うわ。何がない？3からの8。8、だからてちゃん8を。42。これ、ええ勝負やろ。うまい。うわ、やばい。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 当てれば。もう当てるだけでええな、もうこれはもはや。当てるだけ、当てるだけの仕事。とりあえず当てるだけ。当てるだけの仕事。当てるだけの仕事。8、6どっちもでもいい。意外とな、変なとこ転がんねんな。変なとこ転がんねんな。よかったよかったよかった。てっちゃん天才。しかもなんぼ5てっちゃんナイス。島津くん、はい、来た。あ、この状況や。もうええて、もうええて。さっきと一緒やぞ。いける。お願い。はい、俺に任せろ。はい、頑張ってください。いくぞ。こいつは2回も殿下の宝刀。殿下の宝刀。殿下の安牌に。ほらな。ナイス。あー、ようやった。ようやった。ほんまよかった。いない。2やから41。2やから。マジ頼むで。オッケー、行くで。俺行くで。俺行くで。俺行く。よっしゃ。おっしゃ。よっしゃ。よかった。そう、六足の向こう見てるから。悪くない。勝負時に弱いこいつや。ほんまはいはい。お前なんかしたっけ今日。服着てるだけやろお前。6は俺のもんや。生きた。きたー。すいませんでした。レンジキスすな。お前7と7に周年。あっか、やばい。意外とまだまだこだわらんの。確かにまだこだわらんの。せめて2とか3とかを邪魔するでも。こっからが大丈夫か。そうそうそう、もう全然いい。全然いい。全然いい。だから3とかをやっとくことによって。そうそうそう、相手を邪魔するね。うまい。うまい。スポーツやな。はい、うまい。はい、うまい。3でな。え、
これ島津くんあれやん、殿下の宝刀見てるやつ。島津くん殿下の宝刀3アウトあれ逃げます。大丈夫、いける。めっちゃ緊張してるやん、いけるぞ。めっちゃ緊張してるやん。ナイス、お前救世主、ありがとう。いいやから、モルク選手全部俺が助けるぞ。お前たち俺たちチームや、モルク選手や。よしよしよし、43。近場をもう、まあ、8と6狙って 6はうざい。12ね、あの8と6かと思いきや12いっちゃうみたいな。何でもいい、何でもいい、ガチすぎる。何でもいいよ、それよし。おお、フレンチキス。お前キス下手なんかい。どうせや。7いきます。7はちょうどこれ。いけるぞ俺やったら。無理やろ、お前レチは無理やろ。お前無理や。これどう、ええ、これどう、ええ、これどう、ええ、バーストバーストバーストだ。おっしゃーきたー、おっしゃー、お前今日何してるの。25、バーストなら25に戻るんですよ。そうなんや、バーストしたら25戻んや。ごめん兄ちゃん。まあ、どけ俺ら今36やから。よしやるぞ。36だ、教えてけ、教えてけ。よし、マジで行きたい、こいつら6の力。いや、もうここ全然落ち着いていい。はい、うまい。まあ2でよ、もう2でよ。うまいなー。38。確かに最初のストライクでもいいよ、経験者やな。10人狙いづらいな、あいつ。もうそろそろしゃべってください。うまい、あー2だ。よしよしよし、27。12って27終わらさがな、この戦いを。てっちゃん、それはかっこよすぎる。しかもてっちゃん、まだ遊べる時間せやん。スリーアウトないから、あいつは大丈夫。やってくれるか。よっしゃ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 数も少ないし、誰とやかはこっちで任しといてくれたらええけどさ、悔しすぎるよ。半端やほんで、なんかドラッグでも動画でも荷物かお前。オスとして、いや人間として下やな。そうやね、モルクって全部決めるから。モルク偏差値高すぎると思う。うわー、ハルクなるな、ハルクなるな。じゃあハルクさんとちょっと片付けお願いしますね。うわー。